さて今回のお店は鯖石桜町教養会館のすぐそばにある好みです。ナレーションは私西野勇気がお送りします。好みはこの地でおよそ50年続く老舗店。お好み焼き、焼きそばをはじめとした鉄板メニューを中心にお肉や海鮮など豊富な一品料理が楽しめます。レトロな雰囲気の店内には2人掛けから5、6人が座れるテーブル席など合わせて9席が設けられており、さまざまなシーンでご利用できます。うちのお店はお客さんの鉄板で焼いてもらう、お客さんに焼いてもらうようなお店ですので、自分たちの好きなような味付け、好みの味付けで焼いてもらえたらなというところから好みという名前が来ました。まずはお客さんに、お子さん連れのお客様とかいらっしゃいますので、そういう方たちも過ごしやすいように小さな椅子であるとか、お子さん用のスプーンフォークであるとか、そういうところにも気を配ってやっていきたいと思っております。それでは早速お店のおすすめ商品をご紹介しましょう。まずは多彩なお好み焼きメニューの中から豚、チーズ、山芋、餅が入った人気の仏玉。好みのお好み焼きは粗みじんに切られたキャベツが使用され、食べた時のシャキシャキとした食感が楽しめるのが特徴です。一番人気です。何がいいって言われたらこれをおすすめする感じですね。とろーっとした食感と、あとお餅のとかチーズの柔らかい食感と、あとキャベツのちょっとしたシャキシャキ感というかコリコリ感というか、そういうのバランスがいいと思います。続いてお店自慢の焼きそばのラインナップから、ミックス焼きそば。コシのある生麺が使用されており、麺の存在感が引き立つ一品。昔ながらの自家製ソースが食欲をそそります。一応だ一応だ入ってから茹でてから焼いてるんで、麺にすごくコシがあると思います。ソースは、自分のところで調合してるんですけれども、ウスターソースベースのさっぱりした感じのソースだと思います。この他にも季節に合わせた新メニュー、たこ焼きそっくりのユニークなデザートなど、さまざまなメニューが。ご家族やカップル、グループなど、さまざまなシーンでいかがでしょうか。好みの店どころ。各テーブルの鉄板にはすべてたこ焼き用の鉄板が設置されています。美味しい焼き方がメニュー表に記載されており、作り方に不安がある方でも安心。家庭用のたこ焼き器と違い、高火力で調理できるので、外はパリ、中はとろっとした食感に仕上がります。ネギやチーズ、キムチなど追加トッピングも可能。また熱々の状態で食べられるのも嬉しいですね。家族やカップルなどパーティー気分で楽しんでみては。自分たちの席でたこ焼きが焼けますので、家族でも来ても仲間内で来ても楽しく過ごせると思います。ご来店をお待ちしております。